ヘルマンバ・インゲルトナーはドイツの元体操選手である。彼は1896年に開催されたアテネオリンピックの体操競技で金メダル3個、銀メダル2個、銅メダル1個の合計6個のメダルを獲得した。ヘルマンバ・インゲルトナーは地元の体操クラブフランクファーターターンベリン1860で体操を始め、後にベルリンに引っ越してからは当時のドイツ国内で 体操競技を統括していた団体ドイチェ、ターナースチャルファットに参加した。バインゲルトナーは19世紀後半に活躍したドイツの体操選手の中で最良の一人であり、また1896年アテネオリンピックの参加選手の中においてもおそらく最良の体操選手であった。彼は団体競技で2個の金メダル、個人競技では鉄棒で金メダル、 釣り輪とン馬で銀メダル2個、跳馬で銅メダルを獲得している。そのうち釣り輪においては、ギリシャ代表のヨアニス・ミトロポーロスと激しい点数争いになって、審判の決定が膠着状態になった。最終的には、オリンピック組織委員会の一員として加わっていた、ギリシャ王子ゲオルギオスが、同国代表のミトロポーロスに金メダルを与える裁定を下し、 バインゲルトナーは銀メダルを獲得する結果となった。アテネオリンピックで華々しい成果を上げてドイツに帰国したバインゲルトナーを含む大半の選手たちに下されたのは競技活動の禁止処分だった。それはドイチェターナースチャルファットがオリンピックをヒゲルマン的であることを理由にボイコットしたためだった。それを機に彼は故郷のフランクフルトアンデアオーダーに戻り、後には 彼の父が創業したスイミングプールの経営を引き継いだ。1900年に彼は結婚して三児の父となった。1919年12月22日、当時55歳になっていたバインゲルトナーはオーデル川で溺れていた人を助けようとして溺死した。彼の死後、1996年になってフランクフルト・アンデア・オーダーにあるジージェニ・ワーダーの主要な歩道が ヘルマンはインバート・ナー・ベイクと命名されている。1896年のアテネオリンピックでは、金メダルはなく、優勝者には銀メダル、第2位の選手には銅メダルが贈呈され、第3位の選手にはメダルではなく賞状が授与されて、いたが、獲得メダルの表示及び、本文の表現は便宜上、第2回以降と同様のものを用いている。鉄棒団体競技に参加したのは、 ドイツ代表の11選手のみだった。ジムナスティックスアットザ1896ラナ、サマーゲームズ、メンズリングス、アテネオリンピックの釣り輪競技には、地元ギリシャ代表2名、ドイツ代表5名の合計7選手が出場した。ありがとうございます。